こんにちは、コスケです。 Nボックス が納車されてから2年ほど経過しました。 Nボックス は今でも気に入っている車ですが、購入から2年が経った現在でもいい車だと感じているのか、乗り換えるのならまた Nボックス を選ぶのか、そんな話を今日はしたいと思います。まず今でも Nボックス が魅力的な車だと思っているのかどうかですが、今でも魅力的な車だと思っています。理由はいくつかありますが、こんな感じでしょうか。一つ目がコンパクトで狭いところでも使いやすいという点ですね。もちろん軽自動車なので、これは他の軽自動車にも当てはまることだと思うんですが、街中だとか狭い駐車場でもストレスなく移動できるというのはとても大きな魅力だと思います。僕の場合、札幌の街中に行くときはNBOX で行きたいですよね。もちろんマイナーチェンジしてもこのコンパクトさというのは変わりません。2つ目は車内が広くて大きなものでも詰めるという点です。なんといっても小さなボディなのに車内の空間の使い勝手が良く、うちにある3台の車の中でも一番だと思います。後席を倒すことで高さのある広い四角い空間を作ることができて、大きなものを買った時や家具の移動なんかにもとても便利です。ニトリに行く時はだいたい Nボックス に乗っていきますね。ちょうど今年末なので活躍しているんですが、たくさんのゴミや家具なんかの小さくできないゴミを捨てるとき、処分場に持ち込むのにとても便利です。フリードとか CX8 で詰めないようなものも Nボックス だと詰めるということもあるんですよね。買い物もスライドドアから荷物の出し入れができてとても便利で、マイナーチェンジしてもこの使い勝手の良さは変わらないです。3つ目は燃費もパワーも文句がないということです。ターボに関しては街中での加減速はもちろん、坂道とか高速でもほぼストレスなく走ることができます。回転数の低い状態でも低速トルク十分にありますし、燃費も街中は14から 15km ぐらい、ロングドライブでも 20km パーリッターくらいは出ます。これくらい走ると文句なしですよね。 NA エンジンのモデルは走る場所や人によってはもしかするとストレスを感じるかもしれませんが、街中での利用であれば僕は十分かなと思いますし、何より燃費がターボより 1、2割ぐらいいいです。もちろん発売から3年が経った今でも燃費性能、パワーともに他社の軽自動車に見劣りしません。4つ目は乗り心地、乗り味が好みという点です。 Nボックス は市場で軽ハイトワゴンとは思えないような乗り心地や走りに惹かれて購入したという人も多いんじゃないでしょうか。この乗り心地とか走りに関しては今でも軽自動車トップクラスだと僕は思っています。どっしりした走りと街中で乗るのに最適なソフトな足回り、とても運転しやすくて快適なんですよね。発売から3年が経ちますが、今でも軽自動車で一番売れているのはここが最大の理由かもしれません。もちろんマイナーチェンジしてもこの良さは変わらないと思います。そして最後5つ目なんですが、なんといっても軽自動車なので維持費がとても安いですよね。もちろんこれは Nボックス だけじゃなく他の軽自動車にも当てはまるんですが、消耗品も安いですし税金も安いし、そもそも車両価格も普通自動車に比べると安いです。他の軽自動車よりは若干価格は高いものの、満足度を考えればコスパの高さは十分ではないかなと思っています。そんなこともあってとても気に入っているこの Nボックス ですが、じゃあこの車は資格のない最高の車なのかというと、そういうわけではないです。人によって好き嫌いとか好みもありますし、細かいことを言えばいろいろあると思いますが、発売から3年が経過しているということもあり、やはり気になる部分とか他の軽自動車にはあって Nボックス にはない部分、そんなところもあります。今回のマイナーチェンジでいろいろ変わっている部分あるんですが、客観的に見て最新の軽自動車と比べて Nボックス が少し物足りないなと思う部分が最新の装備ですね。
例えば他社メーカーの車にはついていることが多い予約ロック、ホンダ車でも N ワゴンにはついているテレスコピック、最近の軽自動車には標準装備になりつつある電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド、そして全車速対応のアダプティブクルーズコントロール。 Nボックス は他の軽自動車と比べても価格は若干高めなんですが、このあたりの装備がついていません。他にも最近の軽自動車だと駐車支援システムとか360度カメラ、そしてブラインドスポットモニターなんかの死角を防ぐための装備なんかもオプションになると思いますが、つけることができます。だけど Nボックス にはこれらをつけることはできないんですよね。もちろんこうした装備が必要ないという方もいると思いますから、価格アップになるぐらいならそんなのはつけない方がいいと、そういう考え方もあるとは思います。ただやはりこうした装備が欲しいという人もいますし、こうした装備がついているグレードを選べるというのも必要なんじゃないかなと思います。少し長くなってしまったのでまとめると、Nボックス は乗り心地や運転の快適さ、燃費やパワー、収納力や使い勝手の良さでは軽自動車の中でもトップクラスなのは間違いないと思いますし、それが評価されての販売台数なんだと思います。なので十分今でも魅力的な車です。マイナーチェンジ後は特にデザイン面で改良されている部分が多く、選択肢も増えて満足のいく買い物ができるんじゃないでしょうか。ただその反面、装備面では他社や他の車種に劣る部分も多々あって、価格が高いのに安い車についている装備がついてないという面も間違いなくあります。特に Nボックス は男性だけじゃなく女性が乗ることも多いと思います。女性の場合は360度カメラがあるといいという人が結構多いと思うんですが、 Nボックス は選ぶことができないんですよね。渋滞で使える全車速対応の ACC とか電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドは最近発売された軽自動車であれば当たり前についている装備だったりしますので、そうした装備が欲しいという場合はなかなか Nボックス 選びにくいんじゃないでしょうか。もし僕が今軽自動車を買うとなった場合どうするかですが、すごく悩みますね。僕の軽自動車の用途だとやはり札幌の街中に乗っていくことも多いので、渋滞した高速道路なんかで使える全車速対応アダプティブクルーズコントロールとか、街中の加減速の多い信号待ちの多いところで大活躍する電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド、この2つはすごく魅力的なんですよね。ただやはり Nボックス の快適さとか収納力、あとはデザインなんかはとても好みなので、そのあたりも含めてじっくり検討するということになるかもしれません。3年前 Nボックス の購入を考えていた時はもう Nボックス 一択というような状況でしたが、今は他の車もかなり装備面充実していますので、すごく悩んでしまいます。なのでもし今車を買い替えるとしたら、また Nボックス を買うかどうか、これはちょっと答えが出ないですね。すぐには答えが出ないかなと、そんな風に思っています。今回のマイナーチェンジで他の機能はさておき、電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド、これがついてくれると迷うことなく Nボックス 買いますと言えたんですが、なかなか悩ましいところですね。もし今 Nボックス を購入しようか検討しているという方がいる場合は、最新の装備が必要かどうか、そこで考えてみるのもいいかもしれないです。そんなに最新の装備の重要性が高くないということであれば、 Nボックス 今でもとても魅力的な車だと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。